おや、お前はどうして眠っていないんだい？この国の者はみんな眠りについているはずなのに。何者だ？私はマレフィセント、この国の新たな主だよ。お前こそ見かけない顔だが、どこの誰だい？俺はテラ。そこで魔物の襲撃を受けたが、この国ではいつものことなのか。あんな悪趣味な魔物どうとでもできる。放っておけばいいのさ。悪趣味か。同感だ。ところで、人を探している。ゼアノートという名前に心当たりはないか？聞いたことがないね。お前と同じよそ者かい？おお、そういえば城から見かけない男が出てきたよ。そいつは城で何をしていたんだ？さあね、私はすれ違っただけだからわからないよ。気になるのなら自分で調べてきたらどうだい？城はこの橋を渡った先だよ。感謝する。そいつは確か光を閉じ込めたとか言ってたよ。城にある光といえばオーロラ姫のことかね。わかった。
俺はこの感覚を知っている。一切の闇を持たない純粋な光の心、この心を集めればどうなる。七つの純粋な光の心、それを集めればすべての世界が手に入るのさ。この世界だけじゃない、外の世界も含めたすべてをね。どういう意味だ。お前が持っていた鍵、キーブレードとか言ったかね。なぜキーブレードを知っている。それでないと心は手に入らない。答えろ、マスターゼアノートはどこにいる。欲張りすぎだよ。それ以上知りたければオーロラ姫の心を取り出してからだ。そんなことを俺がするとでも。ああ、お前は従うはずさ。見えるよ、お前の心に眠る闇が。俺の心に闇など。抗うのはおやめ。もうお前は自由なんだ。私は眠りを操ることができる。お前の本当の心を目覚めさせてあげるよ。闇は誰の心にも必ず潜んでいる。闇は悪だ。世界に闇は不要。闇を滅ぼせ。心の奥底に闇を閉じ込めるのだ。これだよ、これが欲しかったんだ。あの男の言ったことは嘘じゃなかったようだね。俺は一体俺に何をした、何をさせたんだ。私はお前に何も命じていないよ。ただお前の心の奥に眠る闇をほんの少しくすぐってやっただけさ。なんということを。ベン、そうだ、ゼアノートの行方が知りたいんだったね。あいつがどこへ行ったかはわからない。闇をまとって消えちまったよ。キーブレードは心を集めるのに必要な鍵だそうだね。どうだい、あと6つの光の心を集めて私と一緒に世界を支配しようじゃないか。勘違いしているようだな。俺は世界の秩序を守るものだ。アンバースとか言ったかい。どうやら秩序が乱れているようだね。覚えておくがいい。お前の心に眠る闇は力なんかじゃ抑えつけられないことをね。さあ、お前の役目も私の役目も終わったよ。さっさとあの男の後を追うがいいさ。待て、てる。このままでは城ごと潰されてしまう。まずはアンバースを倒さなければ。Oh!
俺の心の弱さが彼女の光を奪ってしまったのか。すまない。今の俺では君の光を取り戻せない。闇に屈しない力をつけるまでは。マスター・ゼアノートはなぜ光を閉じ込めた。純粋な光の心を持つ者を追えばその真意がわかるのか。闇を持たぬ純粋な光の心を七つ。じっくり取りかかるとしようかね。テラ、ここにもいないのか。ん？姫から離れなさい。え？あ、ごめんなさい。綺麗な人だったんでつい見とれちゃった。あなたは誰？俺はベンテス。みんなからベンって呼ばれてる。どうやら悪い人じゃなさそうね。あなたからはオーロラ姫と同じ純粋な光の心を感じるわ。オーロラ姫はなぜ眠ってるの？魔女マレヒセントに呪われて心を奪われてしまったの。だったら俺がその心を取り返してやるよ。無理よ。マレフィセントの住む魔の山には危険な罠がいっぱいなの。だからってオーロラ姫をこのままにしておいていいのか。俺を信じてよ。必ず力になるから。行こう魔の山へ。確かにあなたの言う通りね。あなたの心を信じてみるわ。行きましょう、魔の山へ。魔の山は森を抜けた先にあるわ。やっ！はっ！おれ！せい！さあ！せい！はっ！もらった！よし！た！せい！おれ！はっ！どうだ！
行き止まりだ。マレフィセントの封印ね。任せて。行きましょう。うん。マレフィセントの手下だわ。あの先に何かありそうだな。退屈そうだな。俺が相手してやるぞ。
これで呪いが解けるね。もう忘れたの？前に会ってるじゃないか。え？会ってる？そうだよ。君も言ってたろ？夢で会ったって。夢で出会ったあなたと本当に会えるなんて。君は誰？名前は？私の名前、それはダメ、言えないわ。さようなら。今度はいつ会える？もう会えないわ。無理よ。無理？どうして？では今夜、森の奥の小さな家で。今のは何？オーロラ姫の記憶よ。心が戻ったようね。夢が現実になったんだ。夢は思いの強さ。オーロラ姫の強い思いが真実の愛に巡り合わせたのね。あなたの心にも強い思いがあるわね。うん、とても強い光を感じるわ。さあ、私たちも帰りましょう。せっかく手に入れたオーロラ姫の心を解放したのはお前か？マレフィセント！お前がオーロラ姫の心を！はぁ！キーブレード、お前がベントゥス。なんで俺の名前、それにキーブレードのことも。キーブレードは心を集める鍵。テラがやってみせてくれたよ。テラ？テラがここにいたのか？そうだよ。テラがオーロラ姫の心を奪ってくれたのさ。でたらめ言うな！お前には手出ししないように言われていたけど、そうはいかないようだね。Thank you.
しよう。しよう。せい、おれ。テラがオーロラ姫の心を奪ったなんて嘘だ。本当だとも。テラは快く引き受けてくれたよ。嘘だ。騙されないで、ベン。アクア。テラがそんなことをするはずがない。ベンもよく知ってるでしょ。うん。そうかい。お前がベン、そしてアクア。それにしてもなんと美しい友情だろうかね。でも真実は残酷なものだよ。マスターに言われてきたの。ベン、一緒に帰ろう。テラは？テラはまだ帰れないわ。テラを追ってお前の目で確かめるんだ。テラがテラでなくなるところをな。ご迷惑は。まだ帰れないよ。俺、早くテラに会わないといけないんだ。ベン！テラがオーロラ姫の心を奪ったなんて嘘だ。本当だとも。テラは快く引き受けてくれたよ。嘘だ。騙されないで、ベン。アクア。テラがそんなことをするはずがない。ベンもよく知ってるでしょ。うん。そうかい。お前がベン、そしてアクア。それにしてもなんと美しい友情だろうかね。でも真実は残酷なものだよ。マスターに言われてきたの。ベン、一緒に帰ろう。テラは？テラはまだ帰れないわ。ご迷惑は。まだ帰れないよ。俺、早くテラに会わないといけないんだ。ベン！お前もキーブレードの使い手だね。なぜキーブレードのことを知っている？知っているとも。キーブレードが人や世界の心を開き、すべてを手に入れることに必要な鍵だということもね。だからテラに手伝ってもらったんだよ。まさかテラ、本当に。どうだい、お前も私を手伝ってくれないかい？断る。おや、ゼアノートの言った通りだ。なんて頭の固い娘だろうね。マスターゼアノートを知っている？
少しばかり考える時間が必要なようだ。ここでよく考えておいで。君は？私はアクアと言います。罠にかかってここに。あなたは？僕はフィリップ。僕もマレフィセントに捕らえられたんだ。そしてオーロラ姫が呪いで永遠に眠らされていることを知った。僕は彼女を助けたい。愛しているのですね。今の話は本当ですか？マレフィセントに聞いた。あなたはフィリップ王子。フィリップ王子、まことの愛への道のりは険しいですが、一人で立ち向かうのです。私も同行させてください。マレフィセントには聞きたいことがあるのです。いいでしょう。さあ、早くオーロラ姫のもとへ帰りましょう。やっ、えい、それ、せや。
滅をもたらす雲よ空を覆い、あの城を我が魔力で包むのだ。答えろ、マスターゼアノートから何を聞いた。どうやらお前は私を手伝ってくれないようだね。だったら教えるわけにはいかないよ。テラがお前を手伝ったというのは本当か。本当さ。テラは己の力に溺れて闇に落ちたんだ。ザレ事！思い知れ、悪の力を。まことの愛がお前を打ち滅ぼした。私は愛なんて脆いものに滅ぼされたりしないよ。闇の住人であるお前にはわからないだろう、まことの愛を宿した光の心の強さが。何度挑もうとお前は光の心に勝てない。覚えておくがいい。お前たちのような光がある限り闇はついえぬ。テラのように闇に飲まれ、我が力となる者がまた現れるのさ。テラ、闇に落ちたりしないよね。